落書き法隆寺五十頭所層天井組木落書とは、法隆寺五十頭の所層天井の組木に残る墨で書かれた万葉仮名の落書きである。通称は、法隆寺五十頭落書。落書きの内容は、波の二文字と、なじ波とじ作や己の九文字である。これは、何はずの歌の冒頭で、一字一音の万葉仮名で書かれている。五十頭を再建する頃、 この、何はずの歌は広く歌われたものらしく、それが、唐の建築に従事した大工の手遊びとして書かれたと推測されている。決して濃筆ではないが、当時の一般庶民の筆跡を見るに足るものであり、色地草の広まりやかなの発達の時期を示す重要な資料である。法隆寺書像。日本書紀と古事記に、王神天皇15年に、くだら王の死者。 アチキキが、翌16年にはワニがそれぞれ入庁したと記されており、この時から日本でも、貴族階級の人たちの間で、漢字、漢文の本格的な学習が始まった。そして、7世紀になると、隋、唐からの帰国者や、妙行道で学んだ人たち、社教制なども加わり、式字層が広がっていった。日本では、早くから、式字層が、 平辺にまで及んでいたと言われるが、そのことを示すものとして多く引用される事例に、法隆寺五十刀楽書がある。カナの誕生を示す最古の例は、443年、または503年のものとされる、紀備年名人物画像経の名文で、奈良県桜井市大阪坂の救命お坂を、石し坂と、漢字一字を一音に当てて記している。 日本の固有名詞を記す方法は、すでに、中国で試みられており、それは3世紀末の、三国志の、儀式和人伝で、山大国などの国名、卑弥呼などの人名などが記されている。そして、7世紀半ばには、固有名詞だけでなく、普通名詞が表記できるようになった。その例として、藤原宮跡から出土した木管に、あゆ、以下、 海などの物品名が記されている。さらに、同じく7世紀半ばに和歌も一時一音で表記できるようになっており、それを示すのが650年から652年にかけて造営された前期南ンバグ跡から出土した木簡で川止草野と記されており、この春草野は万葉集で枕言葉として用いられている。そして和歌の中でよく普及し、 記されたのが、何和の歌で、天武天皇の頃の石上石出土の木管など、各地から出土している。これらの中で最も早く発見されたのが、法隆寺五十頭落書である。このように表記されたナは、8世紀後半の万葉集に集約されたことから、万葉ナという。法隆寺五十頭昭和17年から昭和27年の五十頭の解体修理中。 昭和22年5月14日、塔の初層の天井板と接していた幅約9センチメートルの、組木の上面から落書きが発見された。肉眼では判読しがたいほどであるが、赤外線写真により、福山敏夫が判読した。組木の左端に、波と縦書きでやや大きめの2文字があり、続いて、右の方へ向かって、なじ波とじ作や己の9文字が書かれている。 何は、図に、昨夜この花冬ごもり今は春べと、昨夜、この花、何はずの歌この楽書は、何はずの歌の冒頭であり、何はずの歌とは、古今和歌集の、金城に、ワニが読んだもので、金の手習いに用いられてきたと記されている有名な、上代歌謡である。落書きの二文字と九文字は、別人の手によるものであるが、前者の、波の二文字は、 両方とも縦角が右上に跳ね上げられており、この歌が初学者の手習い歌であったことを示している。法隆寺近藤、薬師如来像光拝命によると、法隆寺は、聖徳太子によって、水古天皇15年に創建されたが、日本書期によれば、天寺天皇9年に消失したという。そして、和道元年、または和道を4年に再建されたと推定されている。 日本初期には、一社も残らず焼けたと法隆寺の炎上について記して、あるが、五十頭が含まれていたのかどうか異論があった。しかし、年輪年代法により五十頭の屋根材は673年のものと判明し、再建されたことが実証され、これによりこの落書は8世紀初めのものということになった。ありがとうございます。